森に恵みの雨が降り注ぎます。小さな生き物たちが目を覚まし始めました。豊かな森には地上の恵みが集まります。森から染み出した雨水は川を作り、里に流れ、田を潤して豊かな実りをもたらします。小川は大きな流れとなって、やがて海へと流れ込み、漁場を豊かにしてくれます。私たちは豊かな岡山の自然に育まれてきたのです。今、森と人との関係が変わろうとしています。この豊かな森を守り、未来へと引き継いでいくために頑張っている人たちがいます。普段の生活ではあまり意識しませんが、気づかないところでも私たちの生活は森林と深い関わりを持っています。森林にはたくさんの役割があります。雨水を蓄える水源としての働き、洪水の発生を抑え土砂災害を防ぎ、周辺の気候変化を和らげたり、温室効果ガスである二酸化炭素を吸収します。森の木々は私たちに安らぎを与え、木材となって生活を支えてくれます。しかし、その森林が本来の役割を十分に果たせなくなるという問題が起きています。森本来の機能を保った健全な森づくりには何が必要なんでしょうか。宗安さんは県北鏡野町で先祖代々育まれてきた森を引き継ぐ林業家です。森安さん、本当に美しい森林ですね。こんな感じには人の知恵が入ってないと絶対にならんと思うんですよ。木の個体が大きくなっていくに従うて、間伐いう作業をせんと木が健全にならんわけな。間伐という作業は、木の成長に合わせて木の密度を調整する作業です。木の成長には十分な水や養分、そして日光が必要です。木と木の間が混み合わないよう、木の成長に合わせて行う間伐は、森の健全な機能を保つために非常に大切な作業です。木を間伐して下に光を入れて、以前生えとった植生を蘇らして、それで初めて林業がこう調和して成り立っていくんじゃと思う。その森によって経済性があるということ、それからもう一つは自然を守るいうこと、この二つがなかったらこれからの森づくりは絶対にダメじゃと思いますよ。林業には長い時間と多くの手間が必要です。しかし、林業を取り巻く環境はとても厳しい状況が続いています。今、林業に携わる人たちが減っています。林業就業者は減少、高齢化しつつあり、平成17年の就業者数は昭和50年当時の4割以下に減少。就業者のおよそ半数が60歳以上という深刻な状態になりました。問題の背景には、安い外材との厳しい競争や木材の価格が長期に低迷していること、山村部での過疎化が進行していることなどが挙げられます。こうした林業を取り巻く環境から十分に手入れできず放置された人工林が見られるようになりました。暗く鬱蒼とした森、こうした森は森林の持つ本来の保水能力や土砂災害を防ぐ機能が低下しており、強い雨や台風などで深刻な二次災害をもたらす恐れがあります。
平成16年の台風23号では県北の各所に大きな爪痕を残し、今なお復旧作業に多くの年月と労力が必要となっています。岡山の森を健全な姿で次の世代に引き継ぐために、岡山県では全員参加で森を守る岡山森づくり県民税を平成16年度から導入しました。森は私たちの生活に欠くことのできない大切なもの、県民皆さんの幅広い支えが必要です。岡山森づくり県民税は、さまざまな森林の恵みを受けている県民の皆さんに広くご負担いただき、これを財源として森林保全事業を実施、そしてその成果などを積極的に示して県民全体で森林を守っていくという機運を高めていくことを目的としています。個人は年額500円、法人は資本金などの規模に応じて年額1000円から4万円で県民税に加算してお納めいただきます。森づくり県民税を活用した森林保全事業が成果を上げ始めています。活用事例をご紹介しましょう。森の活力を取り戻すために森づくり県民税は様々な活動に利用されています。水源の寛容、県土の保全など森林の持つ公益的な機能を高める森づくりに県民税は使われています。保水機能や災害防止機能などを高めるため、人の手が行き届かず手入れがなされていない奥地にある森林の間伐作業にかかる経費を補助しています。市場価格が安く採算性の低い杉間伐材の搬出経費の一部を助成しています。平成16年10月に襲来した台風23号の空倒木被災地の復旧を支援しています。森林の持つ公益的機能を永続的に発揮するため、吉井川の上流に位置する人工林を県が取得し、水源の森づくりを進めています。森づくり県民税が活用されている現場を訪ねました。森づくり県民税は森林整備を担う若手育成のため、新規就業者の現場研修費の助成をしています。危ないけど。新人の方はいかがですか？いや、 やっぱりね、若いだけあってね、それは僕らみたいなもん、高齢化になるのって今 の入った場合 の方々がね、本部でさせてくれ、仕事をさせてくれるんで、一番いいことだと思いますよ。皆さんからもパワーをもらいますね。うん、そうです。何もわからんので、一から全部教えてもらうんで、もういろいろ教えてもらうことは要素あります。自分が切った山が最初入ってきた時は真っ暗なんですけど、まあ日が当たって明るくなって綺麗になっていくのも、まあ結構見よって楽しいかなと思うんですけどね。森づくりの心と技術を伝える、林業の現場に新しい活気が根付こうとしています。森づくり県民税なんですが、具体的にはどのように活用されているんですか？今一番ネックになっているのが台風の被害跡地、これ助成をしていただいておりますし、それから働く者に対してのニューフォレスター事業というんですか、いろいろこう教育を受けるための事業もございますし、それから奥地林、最も水源の源ですか、そこについての手入れを、ね、させていただいております。非常に大変助かっておりますね。はい、県内産の木材の良さを
もっと知ってもらいたい。津山市で建築事務所を開いている山名千代さんは、県内産木材を使用した木造建築にこだわっています。木の香りはリラックス効果もありますし、抗菌作用もあります。ですから悪い面というのが出てこないものであるので、だから木はいいんじゃないかと思います、はい、地元の木で、地元に伝わっている工法で建てた家っていうのは大体長持ちがするんですね。絶対にもう木を使って家を作るという、もう一生に一回しかもう建てれないと思ってたから、もう決めていたし、なんか100年とか200年とかのお家がありますよね。あんな感じになるのかなって楽しみにしてますけど。もっと木と触れ合える環境を整備するために、森づくり県民税は県内産木材利用の支援を行っています。木の机やロッカーを取り入れたのはなぜですか？そうですね、やっぱり今までスチールとか鉄とかそういう製品が多かったんですけれど、初めてその木の机を見せていただいたときにとってもあったかい感じがしました。そしてたまたまその岡山県産で作る木の事業の話を聞いたもので、それでもう即入れたいなと思いました。子どもたちから先生あったかいっていう言葉が聞こえました。でそれはやっぱり木のぬくもりが子どもたちにも十分自分でも伝わってるし、同時にやっぱり物を大切にしたいという気持ちが子どもたちの中にも育ってきてるんだなっていうのを大変嬉しく思いました。木のぬくもりが優しい子どもたちを育てていました。木材利用の分野では県産材を使って建物の内装やベンチの設置を進めています。また土木工事においても木材を使った取り組みを行っています。木材を積極的に使うことで林業が活性化し、森林整備が進みます。県内産の木材利用の推進にも森づくり県民税は生かされています。未来の地域環境は子どもたちの手で。林業に携わる人だけではなく、森づくり活動を担える人材を幅広く育成していくために、森の中で教室が開かれました。子どもたちが間伐作業に挑戦です。木に触れる子どもたちの表情が生き生きと弾けます。初めて木を切ってちょっと大変だったけど、切れた時はすごいちょっと嬉しかった。やはりね、この頃の子どもたちのはやっぱり自然との触れ合いが少ないですね。育っている木をなんでそれじゃ間伐しなきゃいけない。で、自分たちの生活とどういうふうなこう関わりがあるのか、その辺のところをですね、すぐは分からなくても、これから先、あ、僕は子どもの時にこういうこともしたよ、こういう体験もしたよ、それはすなわち自分たちの郷土を守ることにもあり、自分たちの生活を守る、ひいては生態系全体を見ることについてですね、やっぱり経験してないこと、してることに私は随分違うと思います。また森林ボランティアを育成しています。企画の立案から実際に森林を歩きながらのガイド講習、このような子どもも大人も含めた人材養成や森林・林業に関する情報発信にも広く森づくり県民税は生かされています。県民みんなの森だから、私たちみんなの力で守り育んでいきたい。岡山森づくり県民税は県民皆さんの思いがこもった未来への活力です。